心理留保。心理留保とは、意思表示を行う者表意者が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意思表示。なお、日本の民法では心理留保としてまとめられているが、ドイツなどの民法では真意表示など類型を分けて規定されている。日本の民法は以下で上数のみ記載する。概説、日本の民法上は表意者がその真意でないことを知ってした意思表示と表現され、93条冗談として語られるざれ言などがこれにあたる。虚偽表示や錯誤とともに意思の不存在、意思の献血の意思とされる。心理留保の裏は裏と同義である。なお、94条の虚偽表示が通謀虚偽表示と呼ばれるのに対し、93条の心理留保は単独虚偽表示とも呼ばれる。心理留保の効果、当事者間の関係、原則として意思表示は表意者がその真意ではないことを知ってした時であっても、そのためにその効力を妨げられない。93条本文、心理留保においては表意者保護の必要性が全くない以上、表意者が表示した通りの効果を生じることとして意思表示を信頼した相手方、さらには第三者の保護を図ろうとする趣旨である。例外的に意思表示の相手方が表意者の真意を知り、悪意または知ることができた時、有過失はその意思表示は無効となる。93条ただし書き、真意でないことを知っていればよく、真意が何かを知っている必要はない。また行為の当時を判断基準とし、その後に真意を知った場合にはただし書きの適用はない。表意者の意思表示後に相手方が真意を知ることとなった場合でも無効とはならない。知ることができたか否かは一般人の注意を払って知ることができたかを基準とする。相手方の悪意、有過失の立証責任は表意者側にある。なお、会社法は設立時発行株式及び募集株式の引き受けについては法的安定性を確保するため民法の一般原則を変更している。株式の引き受け申し込みの意思表示については会社設立の安定を図る必要があるため、93条ただし書きの適用はないものとされている会社法51条1項、会社法211条以上から日本の民法は心理留保につき原則として有効としつつ、表示主義の現れ、相手方が表意者の真意について悪意または有過失である場合には無効となる意思主義の現れとして折衷的な立場を取る。なお、ドイツ民法ではざれ言は常に無効として扱っている。そのため日本の民法はドイツ民法よりも表示に重きを置いているようにも見えるが、ドイツ民法は表示行為が無効となる場合の損害賠償を認めており、これを定めていない日本の民法は実質的に見るとかえって意思に重きを置くことになっているとの評価がある。第三者との関係、94条の虚偽表示通謀虚偽表示とは異なり、93条の心理留保には第三者保護の規定がない点が問題となっていた。通説、判例はこの場合にも94条2項を類推適用し、第三者は善意であれば保護されるとする。 A が真意では譲渡するつもりもないのに自らの所有物を B に譲渡し、 A からの譲渡が真意でないことを知りまたは知ることができた B がさらにそれを C に譲渡した場合、93条正し書きによって AB 間の譲渡が無効とされてしまうと謳て、読者 C は不利益を被ることになるが、C は善意であれば94条2項の類推適用により保護されるとされていた。平成29年2017年改正、 A は2年2020年4月1日施行の93条において2項が追加され、善意の第三者は保護されることが条文化された。適用範囲、単独行為。93条は相手方のある単独行為のほか、相手方のない単独行為にも適用がある。ただし、相手方のない意思表示についてはこの正し書きの適用余地がないため常に無効とならないことになる。身分行為、当事者の真意が不可欠とされる婚姻や養子縁組などの身分上の行為の意思表示については93条の適用そのものがなく常に無効となる。通説、判例、再判明23.12-23民衆2巻14号493ページ742条および802条も参照。代理権乱用への類推適用、民法93条ただし書の本来的効力、適用場面は上述の通りであるが、判例により代理権乱用の事例について同規定が類推適用され重要な役割を果たしていた。代理権乱用は形式的には本来与えられている代理権の範囲に含まれる行為だが、着服など本人を害する背信的意図が動機となっている場合である。
代理人 A がこれを帰化として代金を横領する意図で相手方 Y に土地を売却するような場合である。代理権の範囲内での行為である以上、売買契約の法律効果は本人 X に帰属する。この時、意思表示の相手方 Y が代理人 A の横領の意図を知り、または知り得たような場合の規律が問題となる。代理人は法律効果を本人に帰属させる意思があるものの、経済的効果は自己または第三者へ帰属させるのが真意であり、ここに表示と真意との食い違いがある。この経済的効果についての表示と真意の食い違いを基礎として、本来は法律効果のそれについての規定である93条正し書が累推適用されてきた。すなわち、原則として代理人がした売却等の意思表示は有効として取り扱われるが、相手方 Y が横領の真意について知り、または知ることができた場合には代理人の意思表示は無効とされていた。民法93条正し書を累推適用した判例に昭和42年4月20日最高裁判決や平成4年12月10日最高裁判決があった。2017年平成29年の民法改正令和2年2020年4月1日施行により、代理権の乱用については民法107条に規定されることになった。民法107条、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなす。民法改正前の判例では民法93条正し書を累推適用していたため無効とされていたが、民法改正後は民法107条が直接適用されるため無権代理として取り扱われる本人は追認することもできることになった。実態は死んだ留保でしょってことになって終わるってことになります。死んだ留保は通ります。実態として死んだ留保です。もうこれはもう真な留保だったら通りますね。ただこれを主張すると立花さん刑務所行きなんですよね。真な留保ってなんだよ。